おはようございます。本日はエイペックスレジェンドやっていきます。僕もね、これ始めて10時間ぐらいなんだけど、動画調べたの。どうやったら上手くなるかなと思って。初心者のためのなんとかみたいな、初心者でも勝てる立ち回りみたいな見たよ。あらダメだよ、初心者を一切分かってない。中級者以上の動きだね、あれは。今回私が真の初心者ムーブをお見せしようと思います。啓発活動初心者代表さぬきです。使うキャラはね、このブラッドハウンドがいいと思います。バンガロールもなんか初心者向けって書いてあったんだけど、攻略記事にあれ嘘です。なんか木がいいみたいな、とりあえず木打っとけみたいな書いてあるんだけど、木の使い方が分かんねえんだよ、初心者は。どこで打つのがいいのか分かんねえし、適当に打ったら味方の邪魔になるし、だからあれはダメ、あれは中級者以上。打っても味方に迷惑かかんないのはこのブラッドハウンドの能力だと思うんで、これにすべきだと思います。それでね、最重要ポイントの一つは味方にとりあえずくっつくこと。もう初心者はね、一人でいたらもうただのカモだから、とりあえず味方にくっつく。ちょっとでも離れたらすぐ殺されます。もう僕は何回も殺されてます。こっち銃持ってて相手素手で、こっちが先に発砲しても普通に殴り殺されます。初心者ってそういうもんです。わかりましたか皆さん。くっつきましょう、最後まで。なんかいっぱいいない、ここ。大丈夫？おい、一人来てねえか、こっち。やろ、てめえ、おい、パンチが一番当たる。銃当たんない、初心者は。銃がね、拳でやるしかないのか、今日は。なんだお前、やろ、当てこら。お、なんだ、お、煙を逃れた。ちょっと銃を探そう。拳が一番、やべ、やられたぞ、味方。あ、間違えた。何これ。あ、こっち入れない。銃を探して。俺に銃を探して。やべ、味方を助けるからもうしょうがねえ。拳で行くぜ。あ、やべえ、俺一人だ。どうすんの。やろ、てめえ、これ。黙れ。よっしゃ、とりあえずこいつ倒そう。見られて、あ、なんかやっちゃった。何これ。やべ、モーションロス。こういうミスもあります。で、とりあえず味方を蘇生する。もうこういう状態はなんか安全を確保とかあるかもしれないけど、わかんないの。自分一人だと死んじゃうから蘇生する。で、ライフラインがいたらできるだけ早く蘇生してあげよう。回復の肝だから。どれがいるのかさっぱりわからんから、とりあえず持っていく。で、青いのはいいやつみたい。グレーはなんか微妙。とりあえず敵はいなくなったのかな。初心者はもう敵がいるのかいないのかよくわかんないから、とりあえず味方の動きを見ているのかいないのかを判断しよう。で、回復を上げよう。わかんないけど、いるのかいらないのかわかんないけど、とりあえず回復を上げる。何？標的確認？とりあえず指示はよくわかんないけど、指示に従おう。とりあえずついていく。これ大事。金魚の糞みたいについていく。まあ、味方には申し訳ないけど、一人でいたら本当にすぐ死んじゃうから、これ大事。ん？なんかいない？なんかいる！なんかいたらすぐ報告！報告して逃げる！で、味方が撃ち出したら撃つ。あー、やべ、これシールドがねえな。シールド使おう。味方が攻撃をしなかったら俺もしない。しだしたら逃げる。してる？してんの？あ、してるね。よし、行こう。どこだ？あ、リロードしてない。リロードしてないこともあるから注意しよう。初心者はリロードしていません。よし、で、物陰に隠れながら見る。いない、わかんない。どうすんの？とりあえずこれ使う。これは意味があるのかわかんないけど、とりあえず使っとこう。あ、ごめんね、ちょっとシールド使わして。もう攻撃は参加しないみたいだね。探索しよう。あ、何？こっち？うん。とりあえず指示に従う。これが大事。もうね、判断基準を持ち合わせないから、こっちは。そうしつつも、銃を選ぶ。あ、銃のね、選び方もね、ちょっと話したいんだけど、ちょっと落ち着いたら話すわ。初心者、真の初心者の、銃の選び方を皆さんにお教えしようと思う。初心者代表として。敵の音が聞こえないね。ちゃんとみんなついてきてるかい？みんなと一緒に行こう。ピストルはよくわかんない。ピストルはあんまり強くないと思うよ。初心者でもわかる。何？なんか撃たれてる？ちょっと、あ、この人回復ないね。回復あげよう。あ、間違えた。回復あげようと思って使ってしまうこともある。とりあえず回復をあげよう、この人に。あの、味方の体力に目を配ろう。僕は配れてない。お、ここでちょっと休憩かな。
まずね、初心者っていうのは、とりあえず当たらないの、銃が。銃の種類がどうであれ当たらないの。ちょっと当たらないっていうところをちょっと見てもらいたい。出しとけ。あら何にも当たんねえ。わかってるよ、そこにいるの。えい、見えてんだよ。はいはい。はいはいはい。もう一丁。あら、弾がない。これどうよ。おほほほほ、なんでそんな避けんの。あ、めっちゃいるじゃん、やべ。おほ、そこだ、そこにいるのは分かってるぞ。そこだ、任せろ。やって、おいおいおい。もうダメだろこれ。当たって、一度でいいから当たってくれ、当たってくれ。ああご覧の通り、とりあえず当たんないの。当たんないから、何？ちょっと待って、後者は中止だ。で、敵が来たら、この特殊能力を使う。とりあえず使おう。これ早くなるんだって、動きが。よくわかんないけど。で、味方と一緒に行動しよう。いるな、こいつだ。ほら、味方と一緒に動いて。ほら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 、よし、倒した。もう一人上から、こいつも倒す。勝ってこい。あー、ナイス、味方。ありがたい。さすが。ありがとう。助かりました。あ、こっち来てくれた。ありがとう。チームプレイ、とりあえず、味方に生きてもらう。これがコツ。自分が生きても死んじゃうから、味方に生きてもらう。で、後ろで撃つ。ちょっと下がって撃つ。これ大事。何にもねえな。ちょっとアイテムもらおう。で、あんまり、がめつくいかない方がいい。活躍してないから。怒られちゃうかもしれないからね。とりあえずなんかこう、弾とか取って。余ってたらもらう。下から行こう。これしかない。これがチームワークよ。円滑に。あんま何もしないのに、ガツガツ荷物取りに行ったら、ちょっと感じ悪く思われちゃうかもしれないからね。謙虚に行こう。何もねえな、しかし。で、この、なんか、ストックとかは、とりあえず取っときましょう。効果はよくわかんない。そして、いつものように、味方についていく。もう何度も言うけど、基本中の基本。お、もう半分なんだって。早いね、やっぱこのゲーム。弾がねえな。あ、弾はね、言った方がいいと思う。あんまガミつく言うとあれだけど、弾はないと本当に何にもなんないから。で、弾ぐらいだったら、こう、答えてくれる方多いんで、ありがとうって。弾は主張しましょう。でね、武器はね、なんかウィングマンが強いっていろんな人言ってるんだけど、いや、確かに強いと思うんだよ。強いと思うんだけど、あれ、当たんない、素人。単発でパンパン撃つ銃はね、当たんない。なんで、フルオートのね、銃の方がいいと思う。なんか、リコイルがどうとか、なんか、ADS がどうとかあるかもしれないけど、とりあえず、弾がいっぱい出るやつの方がいいと思う。一発でも当たる確率はそっちの方が高いから、ウィングマンは、ちゃんとそのエイムができる人にとっては強い銃だね。というのもね、僕ね、2回優勝してるんですよ。優勝経験があるんですよ。完全キャリーだけど。何？ちょっと待って。攻撃されてる。助けに行こう。とりあえず助けに行く。やべ、やられてる。なんか上がんないけど助けに行く。中か？この中だな。よし、待ってろ。中に。そこだな。よし、後ろからやっつけてやる。あ、ダウンさせた？何？やられた。どこにいる？こいつ殺しちゃおこう。いやー、なんか来た。おー、逃げろ。ここで構える。構えて、撃つ。当たることを祈る。一発ぐらい当たったでしょ。おほー。あ、もう一人いた。あ、さすが味方。強え。ありがとう。こいつ倒しとこう。ほら。もう一人は逃げたか。あ、やってる。お、強えな、あなた。ありがとう。よし、行こう。ちょ、待って。回収してなくない？回収してないじゃん。ちゃんとね、味方回収してあげよう。じゃないとね、こうやって、一人いることが大事だから、このゲーム。で、とりあえず使えるもんパクっていく。パクりにパクっていく。あ、パクった方がね、早い、このゲーム。いろいろいいもん持ってるから、相手。拾うよりパクった方がいい。これもね、ギリギリまでパクっていこう。で、この紫とかがいいみたい。効果はわかんない。強い人はわかるみたい。やばくね、なんか俺死にそうじゃね？ちょっと、やばい。これ、使う、フェニックス。あ、ありがとう。回復くれた。ありがとう。いい人だね。使わせてもらおう。ちょっとね、これ、使ったら走るから、先行っといて。とりあえず回収だね。できるだけ。まあ、回収を最優先って言うとおかしいかもしれないけど、とりあえず初心者は回収に回った方がいい。で、上級者が撃って、いろいろ頑張ってもらう方が絶対いい。
一人でも多い方がリスクが分散できるから、回収しましょう、できるだけ。そういうゲームなんかあるかな。ちょっとあんま悠長にしてる時間ないけど、できるだけ見ていこう。で、見てやられちゃったら武器とかなくなってるから、なんかその辺も加味して道中で拾うといいと思う。できるかわかんないけど、武器とか回復薬とかを道中で見つけた方がいいと思う。とりあえず安全地帯に急ごう。結構遠いからな。道中でこれ回復ってした方がいいのかな。まあいいか、気分でやろう。でいろいろ拾いつつ、結構ね残ってるんだよね。残ってんのはいらないからなのかな。ほんとその辺がよくわかんないや。とりあえず走っていこう。あ、もうそろそろじゃない。よしよしよし。お、ジップライン。あ、そういうことね。ビーコンまで行ってくれってことね。あ、じゃあお任せしようかな。ありがとう。そうだね、こうやってビーコンで復活させてあげる場所もね、多分こういう時安全地帯でやったらすぐやられちゃう可能性があるみたいなんだ。だからちょっと危険地帯でもやった方がいいと思う。で、これ扉の先出るの怖えな。ちょっとここで待ちます。これが賢明かわからんけど、回復薬あるんで、ここでちょっと味方が揃うのを待ちたい。一人で行ってもやっぱ行く、怖い。こっち待とう。中でいてもあれかもしれない。敵はいないね。とりあえずここで休憩しよう。あー、なんか心臓に悪いな。喋りながらやるのって大変だね。お、味方来たかな。何がいるか分かんないけど、とりあえずシールド置いとこう。いらないか、まあいいや。あ、マジでいるの。お、空襲だ、空襲警報だ。あ、行っちゃうんだ。あのね、こうすごく力になりたい気持ちは分かるんだけど、初心者は本当にね、前出て撃たない方がいい。怒られるかもしれないけど、一歩下がって撃った方が絶対、前出て戦うとね、もう完全にカモなんだよ。で、当てることはないから、弾が。当てようと思わない方がいいね。当たらなくて当然でいかないとダメ。え、どこ？え、ここ、ここしかないじゃん。ちょっとごめんね、邪魔するよ。当たらないで当然で撃った方がいい。牽制というか、こっちに撃たせないような意味で撃った方がいい。当てようとするとね、絶対止まっちゃうから、足が。あ、間違えた。どこにいるの？あれか。よし、ちょっとこういう時はもうね、あれを使う。能力はもう使おう。で、どこにいるか。あいつだな。こんなとこにいる。こっちでもいるの？待って、助けて。ああ、とは祈るだけ。申し訳ない。申し訳ない、もう。もうただただ申し訳ない。謝罪の気持ちを胸に、祈る。仲間が頑張ってくれるの。頑張って生き残ってくれるの。それしかない。本当にもう一度言うけど、当てようと思って打たない方がいいね。僕はね、勝たせてもらった時もそうだった。なんか端っこでぴゃんぴゃん打ってたまに当てるぐらいでいいんだよ。その方が味方も打ちやすいみたい。待って、これ回収しようとしてくれてる？めっちゃ嬉しいんだけど。お！無理しなくていいよ。すまない、ありがとう。やべ、やべ、来てる。大丈夫か？ちょっと、なんていい人なの？危ない、でも敵も安全地帯から撃ってんのか。まずいよ、体力大丈夫かい。いや、見てるこっちもヒヤヒヤするよ。これでお尻から HP を回復して頑張ろうな。大丈夫かな。結構距離あるんじゃない。怖い。頑張ろう、応援するしかない。もうただただ応援。絶対にね、抜けないようにした方がいい。やばいと思っても、初心者は、もう一回一回経験積むしかないから、祈る。大丈夫かこれ、間に合うか。頑張れ、あとちょっと。あはは、やべえ。見えてる？大丈夫？間に合え、駆け込め、スライディング。あとちょっと。あはは、あ、なんていう悲
しい悲劇。二文字のアルファベットを打つしかできないよ。ありがとうございました。